中国のネット上の情報によると、13歳の少女が不注意で共産党幹部の車に水をかけました。結果手錠をかけられ、20数分にわたり市中引き回しにされました。民衆からの非難が殺到すると、警察は少女の背が高いので、未成年とは知らなかったと言い逃れをしています。5月27日、ネットユーザーの書き込みが大きな波紋を呼びました。4月6日、貴州省郭昌県柯樂郷の共産党書記、袁卓光は、13歳の少女が不注意で郭政府の車に水をかけてしまったことに腹を立て、少女に手錠をかけ、20数分にわたり市中引き回しにしました。また、少女の叔母は30数人の政府職員と警察から集団リンチを受け、その場で気を失いました。その後少女は12時間も不当に拘束されたそうです。那真是土匪霸道行为啊！当官的就觉得他是太上皇，老百姓都是贱民屁民，不敢拿他怎么样。这是绝对违反人权和法律的，这个绝对不允许的。任何一个现代国家哪有这种现象呢？这是在我们中国的法治就是耻辱。看到这些事情是非常心痛的。权大于法，在国内非常非常普遍。当事者の袁書記は、メディアの取材の際、派出所の警察が手錠をかけたことは確かだが、市中引き回しにはしていないと主張。派出所の警察は、少女の背が高いことから未成年とは知らなかったと言い訳しています。手錠をかけた理由については、少女とその家族が暴力で法の執行を妨害したからだとし、汚水をかけただけでなく、少女の姉や叔母と3人で副校長を攻撃したといいます。しかし、この釈明は、ネットユーザーからは、低知能の間抜けの言い逃れと非難されています。法律是他们说了算，在中国相对来讲根本都没有法律，都是当官的一言堂。他叫你有罪坐牢，你就得有罪坐牢。你杀了人，他叫你回家过年，你就回家过年。このほか、郭政府はこの事件は組織的かつ計画的に行った政府に抵抗する悪性の行為であると上層部門に報告。少女の保護者には副校長の治療費の賠償及び公の謝罪を求めています。さらには少女の家族が後ろ盾のあるマフィア勢力ではないか調査してほしいと上層部門に要求したそうです。新唐人テレビがお伝えしました。有人说他是专制政府的，政府与危险组织大于家防。